ちょっと自己紹介をしていただけますでしょうか。中島春夫です。昭和24年に、国際映画学校出まして、それで大体1年ちょっと勉強しましてね。でその先生が東方の人間なんですよね。それでその卒業と同時にその先生が、東方に来ないかということで東方に入りました。最初円谷さんがプロダクションを持つっていうんでね、はい、それで中島お前助けてくれと、はい、他にできる人はいないからということでね、僕にお願い しようと。それでウルトラ Q が最初でできたわけで、親父にね助けてくれた。親父に助けられたんですね。僕はいつも親父、親父、尊敬してますよ、死んでもね。だからその人に頼まれたら絶対ね嫌だと言えないし、だから島を利用してねこういうふうに出るわけですよ。だから僕はほら東方の専属だから、よそに行く場合は課長の許可を得ないとよそに行かれないわけ。だから円谷プロダクションの方から東方の委員課長の方にお願いしますと来るわけと、委員課長がまあしょうがない OK 出そうと、じゃあ中島お前行ってこいということになるわけ。一番最初はねゴジラの作品が G 作品がね始まった時にね、要するに紹介されたわけですよ、演技課長の方からね。それから本田さんが、まあ本田さんは昔から知ってますからね、まあ、本田さんはニコニコしながら、で円谷さんもニコニコしながらね、でちょっと円谷さんに紹介してもらって、それでどうだと、で OK 出してね、それで第3ステージに乗ってテストをやろうという決めてね。それでそれからですよね、円谷さんとの付き合いっていうのは。だから本当に円谷さんという人はね、温和な人でね、本当に俳優さんは怒ったことないんです。でスタッフはちょっとね、間違うとガッとなるほどでしたからね、俳優さんは絶対怒らない。いや、すべてね、なんていうのかな、監督も僕に全部任せきりなんだよね、大体ね。立ち回りでしょ、ほとんどが立ち回りだからね。だって、怪獣とウルトラマンが出てくると、必ず、こう、匿名の、ね、立ち回りになるでしょ。はい、それには、監督もあんまりわからないんだからさ。ね、で、だん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 慣れてこれはさ、俺は今度いらなくなっちゃうんでしょ、最後はね。まあネロンガとかほら なんかありましたよね、四寸倍のね。やっぱり足見せられないのね、足の裏が見えちゃうんですよ、こういうふうにやるとこういうふうに、どうしても膝ついて歩くからね、ということは膝つかないでこう歩くとね、前が前傾になっちゃって後ろが上がっちゃうんですよ。で当然やっぱり顔っていうのはこういうふうに見せなきゃならないから、結局膝つくことになっちゃうわけね。そうですね、だから足は本当に見せられない、四つ足の場合はね。そうするとキマラマンが一番よく分かるわけね、監督とね。これは覗いてみて、それでこれちょっとまずいよと、ちょっと角度変えてやるわけですよね。あとスモーク焚いたりね、